はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズでは前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずやっぱセリカを進めないといけないみたいなので、このままジュダですね。ジュダってあいつだよね、なんか偉い魔導士みたいな、ドーマの沼の戦い、また沼か。どうしたの？アンテーゼ、ドーマの塔が近づくにつれてどんどん無口になっていくね。お兄様、そんなことないわ。いよいよだと思って緊張しているだけよ。そうかな、何か隠してない？いやだお兄様、考えすぎよ。そう、それならいいんだけど。マップを見ましょう。こいつまたいるね、魔人。あ、魔人ってさ、魔物なんだ。あ、近っ。え、ジュダこんな近くにいるの？しかも竜の盾持ってるし、なんかこの前最強の盾がどうのこうのって言ってたよね。敵の数自体はそんなに多くはないけど、精鋭っていう感じなのかな、ジュダ。こっちの舞台をどうするかな。まあボーイがいるから殲滅はできるとして、まあコンラートも左に置いておくか、で右はセーバーに任せよう。遠くからレオで撃つと、まあ配置はこれでいいかな。安定せよ。ジュダ、あの時の話を確かめに来たの。まずミラ様に会わせて、話はそれからよ。ああ、よかろう。だが用があるのはお前だけだ。他の者どもはここで消えてもらおう。何ですって、必要なのは私だけでしょ。そうとも。しかし万が一にも邪魔をされては困る。わしは慎重なのでな。そんな、みんな気をつけて。とりあえずでもジュダはなんか4回目の攻撃しか入らないみたいなんですよね。ディフェンスプラス13、魔法防御プラス13、いっぱいあんな。ちょっとこいつの範囲はそんなに広くはないか。私に任せてよ。まずはここの沼地にいる魔物を倒したいね。こいつを先頭に置いて弓の射程に出よう。剣士部隊かなり危険だからな、下げておこう。はいはい、任せて。ちょっと主力部隊はこちらしかいないか。ソニアも上げたいんだよね。調子がいいな。どうする？こいつイリュージョン使う？イリュージョン使おうか。俺け。速攻でやられるんだろうな。ちょっとコンラートは前線に出して、うわ減る。めちゃ減る。こいつ何なの？また手やり部隊で行くか。そうだそうだ、アニメーションを一旦切ったんだった。今日すっごくついてない？環境で、ジユニットだけでいいな。よし、一応こいつ前線に出して、任せてちょうだい。よし、これで一旦ターンを終了しよう。おお、増えたし、召喚してきたし。おらいて、弱っ。しかしここなら弓が届くかな。全然当たんねえんだけど、何こいつ。
硬すぎでしょ。あと目ん玉くんもめんどくさいな。まあおびき寄せるか。あんまり沼地に入りたくないからね、そもそも。射程の長いやつはいないから、とりあえずこのターンで終わりにするか。敵ってさ、一口減らないの？弱え、マジで。なんだこいつら、めちゃくちゃ増えてくる。来たね。2回攻撃されんのかい。そうすると、まずはこいつを倒したい。アローは？アローは強いけど結構減るんだよね。またちょっと手やり部隊でいくか。いや、手やりは強くないか。なんでこいつら普通に攻撃力高いのか。手やりのレベルを上げたいな。そうすると私を置いていかないでね。組んだ後も手やりなんだよな。手やり部隊投げろ。でこいつは倒そう。人、人ではないけどね。私の見せ場も残してくれよ。目ん玉だけどね。さてさてさて、もう一回、じゃあこいつ目ん玉狙うか。でセーバーはここに置いとこう。よし。あ、しまった。幻影兵呼び出したやつ回復させてねえわ。いや、7も食らうの、これちょっとまずくねえか。しかも2回攻撃。私もなかなかやるでしょ。かなり危険だぞ。あ、5 10。やばい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 、マジでやばい。また増えたし。こいつは、来るか。ちょっとエストがやばいね。リカバーで回復させるか。なるべく固まろう。4方向から攻撃を受けるとまずいから、コンラートを前線に出しつつ、で、ボーイが食らうのもちょっとまずいよな。この陣形でいこう。そうすれば2回しか食らわなくて済むはず、全員が。で意外にな、目玉が強いんだよね。10だ。どうするよ。セーバーをおとりに出すとどうなる。まあ、全然食らわないは食らわないよね。勝てないって。ちょっとここは例によってセーバーに頑張ってもらおう。で、ジュダの攻撃範囲に入るとめんどくさそうだから、セリカここに置くでしょ。マジでこいつ1しか当たらないのが、いかれてんな。なんだこの魔人は一体。ジェニーちょっとまずいな。ここは硬いやつを置いておこう。で、こんな感じでいいかな。まあ、目玉はなんとかなるね。うちの。ああ、
しんどいね。しつこいね。やはり無双キャラだな。必須だよ無双キャラ。うわ早いんだねこいつ。やばい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 。4か。防御力高い。攻撃力が弱いのか防御力が高いのか。なんなのこの分身。ああこいつあれだな、あんまり攻撃してこないな。もうここはセーバーに任せよ。ちょっと落ち着くまで。エンジェルがいいんじゃん。エンジェル次も頼むぜ。どうするどうするどうする。マジこいつら厄介だな。一歩ずつ下がろう。私は生きて帰るか。こいつもここに置いて。いつでも行ける。2とかマジで死ぬな。白魔法で回復させたいんだよね。本来と普通に。いや待って待って待って、配置が難しいな。白魔法はだって1個しかないもんね、射程が。防衛ってだってどんくらい？うわめっちゃ減る。やっぱここに置くしかないわ。倒そう。格が違うということだ。そんなに格は違くないけどね。で黒魔法じゃなくて白魔法で回復させて。助かったぞ。マックスまではいかない。ストあここだったら四方は多分囲まれないと思うんだよね。これくらい余裕だよ。左がすげえ厄介だな。ってか右に人が多すぎる。まずここはもうちょっとセイバーで耐え切ってもらうしかない。とりあえず左が落ち着いて来ないと。射程もな入らないもんな。これ一気に駆け抜けられないしな。コンラーとかね銃食らうっていうのが痛いんだよね。うおこれはマイナスだな。自利品で死ぬぞ。またセーバー無双を見る羽目になるね。これずっとお見通しなんだよ。どうよこんなもんだろう。しかもこいつ相手に2回攻撃を取れるっていうのもでかいよな。どけよおら。一丁上がりと。マジでどんだけ分身してくんの。ちょっと一回体勢を立て直すか。こいつらの移動力自体はそんなに大したことないから少し体勢を立て直す。身長を期すべきだな。全開しないからね。ここだったら2体しか来ないかな敵は。みんなのために頑張るね。
やはり数も減らしていかないといけないから。ステージをこっちに派遣したいな。さてさてさて、じゃあちょっとセーバー攻撃する。それなりに食らうか。飛行特攻とか無意味だしな。2回攻撃できるといえばできる。なんかね、食らわないみたいなんだよね。セーバーは攻撃を封じられた。ひどい。かわした。でこっから弓も届くけど、どうせまた封じられるんでしょう。これはこれですごいね。すげえ能力だよな。ダメージはあんまり食らってない。問題はこっちだ。派遣しよう。あれ、こいつリブロー、ちリブロー超長いんだけど。よし、こいつにリブローかけよう。いいね。敵がね、ゆっくり見えるようになったの。さらに、ノーマと一緒に行こう。リカバーで回復しながら沼地を渡る。で、リブロをかけながらここの目玉と戦う。アトラスとかももうちょっと一応派遣するだけ派遣しよう。ちょっと無駄になるかもしれないけど、どうせジュダ相手に何もできねえかんな。セリカとかってだってどうの死ぬ。マジ死ぬんだけど。かわいいものよ。ロリコンかこいつは。だがまだ殺しはせぬ。安定ぜよ。アルムとかいう小僧を失いたくなければ、ドーマの塔へ登ってくるがいい。消えた。ああ終わった。結局なんだかよく分かんなかった。私がみんなの役に立ったのなら嬉しいな。相変わらずのセーバー無双。こんなことになるなんて、ごめんなさいみんな。ごめんなさいって、セリカ、どういうことだ。あのジュダってやつと知り合いなのか。話ってのは何のことだ。それは今は言えないの。そりゃあんたは最初から秘密が多かったさ。だがさすがにもう信用してくれていると思っていたんだがな。みんなのことは信じているわ。でもこれはそういうことではないの。セリカ、とにかくドーマの塔を目指しましょう。そしてミラ様にお会いできたらみんなにも全てを話すわ。だからお願い、その時まで私を信じて。わかった、そこまで言うなら信じよう。ミラに会えれば必ず話してくれるんだな。で、ドーマの塔を登るのか。これはまたなんか時間がかかりそうといえば時間がかかりそうだな。で、アルムの方はあんまり進んでない。進んでないっていうか進みようがないからね。まあちょっと切りはいいところなので、じゃあ今回はこれで終了して、次回はドーマの塔に、登っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。